はいどうも皆さんこんにちは、ゴードンと申します。本日もポケモン実況やっていきたいと思います。ということで本日紹介するポケモンはこのルカリオでございます。まあ、ルカリオと言いましたらですね、ポケットモンスターの映画を飾るポケモンでもありまして、ポケモンの中ではね人気の高いポケモンだと思っております。ということでね、このルカリオ紹介していきたいと思います。ルカリオタイプ格闘鋼タイプ、持ち物命の玉、持たせると攻撃するたびに HP が少し減ってしまうが技の威力が上がる。これですね、もともとこのルカリオですね、気合の助けを持たせていたんですけれども、白のパーティー他にガブリアスっていうポケモンがいます。どっちをね助け持たせるかって考えた時に、ガブリアスがね剣の前を持っていたので、まあ、だったらね積むためにも助けが持たせた方がいいかなと思って、今回ルカリオにこの命の玉を持たせております。まあ、最初はね正直雑に命の玉を持たせたんですけれども、最近この玉ルカリオ使ってまして、いや普通に強いなと思ってちょっとお気に入りになってます。耐久面はそんなにないんだけど、まあそれでも普通にこの玉ルカリオインファ打ってたらね結構威力出るので、最近のお気に入りのポケモンになっております。育成はこんな感じ。性格はいじっぱりで、攻撃と素早さに252の特防に4振りしております。この特防に4振りっていうのはポリゴン2だったりとかの、まあ、ダウンロード調整ということで特防に4振っております。いじっぱり純速ルカリオになっております。特性精神力、鍛えられた精神によって相手の攻撃にひるまない。まあこれね、ひるまないっていう特性だけじゃなくて、相手の威嚇とかもね攻撃力下げられないとかいう特性もありまして、今の環境で言うとランドロスとかにね強く出ていけるかなと思っております。まあタイプ相性的にはあんまり良くないんだけど、それでも威嚇持ちのポケモンにはこの精神力のポケモンをぶつけてあげれば強く出れると思います。技構成はこんな感じ。インファイト、コメットパンチ、新速冷凍パンチ。まあインファイト、コメットパンチはタイプ1の威力の高い技ということで、まあここは外せないかなと思っております。まああんまりデメリットも少ないんですよね。ルカリオって正直そんなに耐久がもともとあるポケモンではないので、インファイトで防御特防下げるっていうのもそこまでね痛いものでもないし、コメットパンチがねたまに外れるってところでそこまで大きなデメリットではないので、まあこの2つは確定かなと思っております。まああとは新速はやっぱり先制技の上を行く先制技なので、やっぱりこれは入れといて損はないかなと思っております。やっぱ威嚇が入らないっていうのはね結構でかくて、威嚇込みだったら倒せないけど威嚇もらってなかったら倒せるよなっていう場面結構あると思うんで、この新速はねルカリオと相性いいかなと思っております。で最後の枠はもともとカウンターだったんですね。もともとこのルカリオ助けカウンターの運用をしてまして、っていうのもザシアンだったりとかランドロスだったりとかエースバーンだったりとかね、ルカリオより素早さの高くて強い弱点のついてくるポケモンが結構いたんですけれども、まあそういうポケモンに対して助けカウンターで強引に突破していくっていうスタイルだったんですけれども、まあ助けは持っていないということで今回冷凍パンチに変えてきました。この冷凍パンチ持たせた理由としてはですね、やっぱりダイマックス環境がまだ戻ってきまして、高タイプのポケモンが戻ってきたイメージがありました。サンダーが使用率ランキング1位にまた戻ってきたりとか、ダイジェットを積んで全抜きを図るっていうポケモンがやっぱり増えてきたので、そういったポケモンたちにね弱点をつける技かなと思っております。カイリュウとかガブリアスとか、あとランドロスとかは氷タイプ4倍弱点なので、玉持ち冷凍パンチそこそこ威力出るんじゃないかなと思って冷凍パンチにしてみました。ということでこのルカリオを使って対戦やっていきたいと思います。はい、お相手見つかりました。ダニエルさん対戦お願いします。お相手カイリュウ、サンダー、フェローチェ、ザシアン、ブラッキーにラグラジということなんですけれども、初手何来るかな。初手で投げられそうなポケモンって言ったら、ブラッキー、カイリュウ、ラグラジは初手で投げやすいポケモンなんですよね。いやだったらミロカラスだな。ミロカラス出して初手で、で裏にルカリオ、そうなるとザシアンがまずいのでガブ持ってかなきゃいけないのかってなってくるよね。ルカリオがさ役割が少ないよねさすがに。いやでもレートパンチ持ってるから、まあそこそこ、カイリュウも丸付け削って、サンダーは、物理受け型じゃなければ、多分このパーティーに入ってるサンダー物理受けじゃない気がするんだよね。アタッカーだと信じよう。この3体でいきたいと思います。お願いします。さあお相手初手サンダー。初手サンダーマジ色カラスピンポ読みじゃないこれ。いや読まれたか、さすがに色違い対決なんですけれども、これさどう思います。ダイジェットなのか、まあ普通に雷ボルトチェンジとかで来るのか、まあガブに電気技だったらガブに引くっていう手もあるんだけど、一旦ミラコを打っていいですか。これワンチャンなとこない。でしかもミロカラス特殊高いから受けれそうな気がするんだよね。サンダー、あの弾大サンダーとかだったら絶対無理だけど、一回これちょっとね、いや暴風とかも怖いのよ。さすがにこれミラコロス引くんじゃね読みの暴風とか打ってきそうだから、ここミラコート打つわ。マジジェットであってほしい。うわーてかボールおしゃれだねこれ、あの電気タイプボール。さあサンダーダイマックス。いやこれささすがに大サンダーはやばいって。あージェット耐えないかな。
おちょ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 、これってことは、これの2倍のダメージを与えられるんで、このサンダーに。結構、あ、いいダメージ入ってる。いいダメージ入ってる。おちょちょちょ。いいよ、ミラカラス。ナイスナイスナイス。これは別に悪くないかな。これ、ルカリオの神速圏内入ってるんで、あー、ただプレッシャーか静電気か見てなかったな。それは大きなところではありますけど、ここで下手にミロカルスが何か変なことをするわけにはいかないので、ここはもう多分またジェット積んでくると思うんですよね。だから、まあ、ここはもう普通に自己再生打つ必要もないけど、まあ一番残ったらいいなで自己再生打ちましょう。まあまあまあでしょうね。大ジェット2回積んできたので、まあ、よっぽどのポケモンは抜けているということなんですけれども、アイテムがまだちょっと、あれですね、見抜けてないですけど、くちばしなのかな？鋭いくちばしなのかな？でも、鋭いくちばしだったら、もうちょっとミロカロスに技入ってもいいような気もするんですよね。受け寄りポケモンで、こんな絶対にサンダーがダイマなんか切ってこないから、いや、とりあえずここは神速でいいと思う。まあ、すかすポケモンいないんで、OK、神速通る。おしおしおし、とりあえずさ、うわー、静電気だったか。いや 30% 一発で引くのはちょっとなかなかやばいって、それは。いやーマジ、ちょっとこの静電気でかいんですけど、まあ僕が見てなかったのもあるので、まあまあまあ仕方ないでしょう。はい、お相手ザシアンが出てくる。いやザシアン、これさ、どうやって止めたらいいんでしょうかね。でしゅかねって、どうやって止めよう。ザシアン結構マジでもうこれさ、ルカリオン、まあ、まひってない関係なく、相手のさザシアンの方が早いんよね。でガブが、まあ、ジェット詰めるわけでもないので、一回耐えてから地震で削るってことを考える。いやーでも神速しかないんだよねこれ。研磨とかしてこないかな、なんか余裕ぶっこいて研磨してきて、でこっちが、いやてかそうだよな、相手もまだこっちのパーティーあと一体見てないからちょっと怖いと思うんだよ。で研磨とか余裕ぶっこいて積んできた時に、まあ、まひらなければインファ通って相手のザシアン削る。で、ガブの地震圏内に入れればいいんだよ。あ、おし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 。研磨してくる。いや、ルカリオ動け。マジで動いてくれ。ルカリオ、頼む。ここは、お前動かなあかん。おっ、よし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 。とりあえず、おわー、強え。え？ちょっと待てよ。これ、いやー、さすがに無理か。いや、強いぞ、ルカリオ、マジで。たまルカリオ強いぞ。神速って、まあ、ただ神速は別に圏内には、さすがに、今一つのザシアンに神速でこれは落ちないんですけど、まあ、でもガブが一発食らってタスキで耐えて地震で切り返す、まあ、もしくはスケールショット打って素早さ1段階上げるっていうところまでは持ってけたので、あと1体によるのか。いや海竜とかだったらな、海竜とかだったらちょっとさ、うーんって感じ。あとフェローチェ、まあ、でもフェローチェだったとしてもスケールショットで1積みすれば、まあガブがね、それで その後耐えまして倒せる可能性ある。まあ、助けだったら、なんとも言えないけど。ここ、とりあえず、神速打ちましょう。うわぁ！まあ、でも、さすがに倒せてはないから、これは、倒せてないはずだよ。さすがにね。いやー、でも、ダメージ与えて欲しかったところはあるけど、まあ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 、いいでしょう。ルカリオ、よく頑張った。ありがとう。さあ、最後がガブリアスなんですけれども、行こうぜ、ガブリアス。ただここなんですよ。ここがね、ちょっと難しいところではありまして、ルカリオ間違えました。ガブリアスでしょ。で、素早さ1段階、あ、そうだった。フェアリータイプついてたわ。失礼しました。なの、だったら、今切った方がいいのか。ダイアース特防上げたところで、でもあんまり、相手のポケモン特殊型がいないので、巨獣山か、ジャレでしょ。まあでもどうせ、まあそうなんですよ。助けは持ってるんで、耐えるは耐えるんですけど、その後なんだよね。その後ダイマ、いや、ここダイマでいいな。ダイアースでいいと思いますので、ダイアースいきます。さあ、ガブリアスダイマックス。ザシアンをね、まあルカリオが頑張って削ってくれたので、まあこの後だよね。まあ結局こうやって使ってて思いますけど、まあ白ナッパってね、ロズレイド僕あんま選出してない。巨獣山だったーん。巨獣山ってさ、ダイマックスで HP2 倍なのに、巨獣山の威力もさ、2倍になるからさ。おかしすぎんこれマジで。強すぎん、さすがにおかしい。てかさ、これだったら、だったらでもないか。そうだよね。サメ肌でさ、サメ肌足す神速だったらまあ落ちてたよね、この雑誌やん。まあまあそんなこと言ったところで、まあ、こっちの、技が打てなくなってただけなんで別にいいんですけど。ここからですよ。
さあラスト1体何が来るんでしょうか。海竜か、海竜か。神速持ってるかな。まあ神速持ってたところでだよね。もうそこはもう仕方いた仕方ないので、ドラグーン、いや海竜とガムリアスだったらガムの方が早いんですよ。だけどまあさすがにマルチスケールだと思うから、まあ飛ばないんだよね。よっぽど研磨とかしてたらまだなんとかなったかもしれないけど、ドラグーンだよね。まあ第6タイプ1じゃないので大ドラグーンでいきましょう。あー神速は持ってない。いやーでもなー、あーまあ、いやこれそうね、悔しいな。マルスケ削ってたらこれなんてとこと言ったところ何が逃げないもんね。これあ弱砲か、弱砲マルスケ海竜ね。あーこれ悔しいわ。激輪打ってきた、ありがとうございました。くわー、まあでもよく頑張ったとは思いますよ、ザシアンは相手に。うん、ちょっとミロカロスどうやってやられたかも忘れちゃったけど、いやーありがとうございましたダニエルさん。ちょっとね悔しいんでね、次の試合はね絶対勝ちをいって。はい、お相手見つかりました。リュウさん対戦お願いします。お相手海洋ガニ、鉄火具屋、レジエリキ、エースバン、エルフーン、カミツルリ。あんま見たことないポケモンが並んでますけど、いやどうする、マジでさ、どうしよう。いやトリゾドン初手は全然ありな気がする。エルフーンだったらちょっと嫌ですけど、にしてもエルフーンってあんま草技持ってるイメージないから、トリゾドン絶対これいるな。レジエリキもいるし、まあ、エースバーンしかり、カミツルギしかり、ルカリをどうやって出す？何に対して出す？鉄火具屋って飛行鋼タイプなんで、まあ、当倍なんですよね。ただな、まあ、金電枠海洋画だからさ、本当はロズレイドを出したいんですよね。うん。っていうところもある。あと10秒しかない。初手ルカリを行きましょうか。初手ルカリを裏にトリトドンで、ガブで行きましょうか。ガブでいいよね。うん、行きましょう。お願いします。さあ、初手レジエリキ。レジエリキ対、ルカリオになってしまったので、まあ、ここは、壁張りだとは思うんだけど、そうだな、壁張りだと思うんだけど、とりあえずトリトドン引こうか。多分トリトドンに対しては何もできないからレジエレキは。さあレカリオバック、まあ向こうもあんま考えてない感じでしたね。多分とりあえず壁張ろうみたいな感じだと思うんだよ。まあそれか、あそうだよね、リフレクターで、まあリフレクター光の壁と、ボルトチェンジサンダーブリズムとかかな。よっぽど一般的なレジエレキはっていう技構成の僕イメージが強いんですよ。なのでまあトリトドンで第一でいいかな。第一を浴びせていってもいいんじゃないですかね、ここは。まあまあレジエリキってあの素早さが一番速いポケモンなんで、まあここはあのトリトドンより先に動かれるのはあの確定なので、そうですね、第一の力かなって思うので第一の力いきましょう。光の壁、まあこれで両方面に対して強くなりました。まあ、粘土っぽくないですか？こうなってくると。光の粘土持ってそうな感じがするんですけど。あ、にしても入ってんな。結構入ってますね、ガイチ。トリトドン普通に強いね。ここ引く可能性あるよね、相手。引くんだったら、あくびじゃない？多分、トリトドンに対して何もできないから。あ、だよね、引いてきた。引いてきたポケモンに対してあくびが入る。カミツルギ、リーフブレード持ってますね、こんな感じだと。とりあえず、あくびを打っていったので、まあカミツルギラムとか持ってなさそうだけどね。僕のイメージだとカミツルギってあれですね、命の玉のイメージが強いんで、まああとはここでダイマチ切って大サンダーっていうのもあんまりサンダーは考えにくいので、大草原とかだったらあるんだけど、トリトドンは強引に突破してくるのか。多分裏か海王かだったらトリトドン突破しなきゃまずいから、ここでカミツルギが寝たとしてもトリトドン突破すると思うんですけど、まあそうだね、これルカリオに引きましょうか。またとりあえずルカリオバック。これカミツルギ引いてなくない？引いてないよね、多分トリトドンより遅いことはないから、リフレードはルカリオで引いていく。いやー強いわ、今一つでこれ入りすぎだな、ちょっと。まあでもここはそうだね、似てるってことは、まあとりあえず一旦は僕のインファが入るタイミングができたので、ここはインファイトでいきましょう。カミツルギ引っ込める。何が来るかな？何でも、あ、レジエレキ切ってきた感じかな。そうだね、多分。これは受けられないと思うんで、ルカリオ。まあ、止められたとしても、青だ。この後何が来るかだよね。カミツルギが寝てるのは結構でかいので、こっち、まあ、ガブリアスの自信も、あれですね、弱点なので、あれ？そうだよね。草鋼タイプだから。海王が出てくる。さあ、
ラス1やっぱ海洋ガでした。海洋ガだったらやっぱりそうなんだよ、あのトリトドンを あのタイミングで強引に突破しないと、トリトドンってうちあのなんだっけ呼び水だっけ特性、そうなんですよ、水タイプの技あの受け付けずにダメージ受けずに特攻が上がるというあの素晴らしい特性を持ってるので、ただまあそれを読ん、あそうだよね、でも相手からまあ仮にトリトドン間違えました、海洋ガ技構成考えますと、まあ潮吹きは確定だと思う、潮吹き、雷、冷凍ビーム、まあ、もしくは吹雪確定だと思うんだけど、残り1個が、まあ、根源の波動とかかなってことを考えたら、あの冷凍ビームしかトリトドンに対して打つ技ないんですよ。なのでまあここは、しっかりとトリトドンに引いていきたいんですけれども、うん、何を打ってきてるかだよね、ここで。あ、冷凍ビームやっぱそうだよね、トリトドンに対してはレイルしか打てないんで、いや凍ったらアウトなんだよねこれ。いやその試合はさ俺やりたくないよあんま。まあでも仕方ないか、そこが勝ち筋なので相手の、どうしようかな、これあくび1回打つ、あーうまい、それはうまい、ちょっと待って、これ最速落ちされたら次の神剣でリーフブレードで、まあ、何かが落ちるから、いやこれうまいな、マジか、自己祭が良かったのか、まあ、自己祭もしくは大地の力、でもあのタイミングで大地の力を打つほど僕は勇気はなかったので、これうまいぞ、あそっかガブがあれなのか、抜群じゃないのか、だったらここルカリオ引きで、神剣が、ちょっと待ってよ、最速打ちする可能性あるのか、ここなくない、いやここルカリオだな、あー相手引っ越ってないってことは釣ってきてはないね、いやここでもしこのルカリオバックに合わせて海洋バックさ、海洋がバックされたら結構うまかったんですけど、こうなってくるとここで一旦、あリフレクターがなくなった、ありがたいことですね、物理技が半減がなくなったので、とりあえずここはあもう8ターン当たった、インファが安定になるんですよね、あの海洋が出てきたとしてもインファ打ちましょう、神剣大魔、寝ているのに神剣が大マックス、そうですね、さっき眠らせたターンで引っ込めたので、さっきのターンは確定眠りでしたよね。で、ここなんですよね。眠ってる。まあ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 。さすがにね。あ、これが普通ですから。あ、これ、神速で落ちないかな。ちょっとむずいかな。神速落ちない。まあ、だとしてもガブで落ちるから、これは。海洋ガで、あ、これ、神速打っといていいな。神速打って、海洋ガ対面は、トリトドンで、詰めていけばいいんじゃないかな。まあガブで大魔切ってでもいいし、別にガブで大魔切った方がいいな、なんなら神速いきましょう、神速を使った、いや硬いね、落ちないね、やっぱ眠ってるんだったらここは、あーなるほど、眠ってるんだったら今のはインファで良かったんですけど、まあ起きる可能性あったんで、これはあれですね、最高眠りですよね今のタイミング、いやこれもう一回神速でさ自主退場でいいんじゃね、で、あーそうなるとあれか、ちょっとずれるのか、あーちょっとずれるな、まあでもトリトドンで、おっとマジで切断されてしまいました、いやーこのさ、なんか切断されたのに続くんだ、神速打とうか、ありがとうございました。はい、ということで本日は、ルカリオを使って対戦やってみました。ちょっとなんか2試合目はね不完全燃焼みたいな感じになっちゃいましたけど、まあそれでもねこのルカリオね、やっぱね最初の1試合目のねザシアンのところでもあったんですけど、結構火力出るんですよね、タマルカリオ。まあそうだね、タスキーと比べたら相手の技一発食らってでから切り返すっていうことができないから、まあ耐久面があんまりないポケモンなのでルカリオは、そう考えたら、まあ、タイミングとかね出すタイミングとかは使いにくいって思う人もいるかもしれないんだけど、まあそれでもサスケを持っていないっていうのは、逆に考えればさっきみたいに草技を受けに行くっていうのとか、鋼タイプは一応持ってるので、そう耐久がないとはいえ効果今一つは多いんですよやっぱり。なので、まあ、そういう面ではそこのピンポイントで当てていけば全然あの受けてから切り返すっていうのは全然できると思うので、ちょっとね読み合いサイクル戦みたいに なっちゃうんですけど、まあそれでもねこのルカリオ、まあ、一発インファとかコメットパンチとか打てればめちゃくちゃ強いので、皆さんよかったら使ってみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ショート動画も上げてるのでよかったらチェックしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。